阪急オアシス株式会社阪急オアシスは H2O リテーリンググループ阪急阪神東方グループのスーパーマーケットの経営などを行う企業近畿地方の阪急電鉄沿線を中心に店舗を展開する現在の法人は2016年6月1日に株式会社坂職が称号を変更したものである本校では2008年 平成20年9月30日まで存在していた株式会社、阪急オアシス、初代についても説明する。阪急百貨店の完全子会社として1960年、昭和35年10月29日に株式会社オアシスとして設立され、1961年、昭和36年6月に第1号店となる高槻店が開店した。1974年、 昭和49年6月には株式会社、阪急オアシスへ、初代と、社名が変更された。1991年、平成3年7月に、高槻店を皇室食品スーパー、フェルタに、業態転換したのを皮切りに1995年、平成7年12月に、小野原店。1997年、平成9年2月14日に、桃山大店。 1999年、平成11年11月に、天ヶ崎塩江店とフェルタに、業態での出店を進め、揚げたての天ぷらやフライなどの揚げ物や大皿に盛った、バイキング形式の総菜などを、売り場内に設けたオープンキンで調理して展開する、新たな総菜売り場の導入など、品質や品揃えを訴求した、新たな売り場作りに取り組み始め、2002年、 平成14年3月期決算で3年ぶりに黒字に転換した。当時は阪急共栄ストアと業態などが重複していたが2002年平成14年5月に阪急百貨店グループのスーパーマーケット事業の整備の一環として郊外に展開する方で住み分けを図ることを当時の阪急百貨店の社長が表明していた。2006年 平成18年9月1日付で食品事業グループを統括する中間持ち株会社として株式会社坂職が設立されて同社の子会社となった。その後も株式会社、阪急オアシス、初代が運営していたが2008年平成20年10月1日付で当時同じく坂職の設立した当時から子会社であった阪急ファミリーストア、 阪急日商ストア、阪急フレッシュエールと共に、K4 社が坂職に吸収合併されたため、阪急オアシスは、坂職が運営する、食品スーパーの店舗ブランドとなった。2009年、平成21年から、阪急百貨店、スーパーマーケットグループとして展開している。2006年、平成18年8月10日に、京阪電鉄沿線では、初出店となる。 平方出口店を開店させ、2008年、平成20年3月に、滋賀県初の店舗となる、草津店を開店するなど出店エリアも徐々に拡大した。また、2005年、平成17年9月15日には、兵庫県三田市の JR 三田駅前に、親会社の阪急百貨店と共に、三田駅間の再開発ビルのキッピーモールに、食品売り場を担当する。 三田駅前店を開業したのを皮切りに、大映画2005年、平成17年11月30日に神戸、ハーバーランドから撤退したことを受けて2006年、平成18年2月1日に神戸阪急に出店し、三影クラスセの各テナントとして出店した阪神百貨、三影店は、デパ地下形式の食品売り場を持っていたが売り上げが低迷したため2009年、 平成21年8月5日に不審だった食品売り場の75%にあたる2080メートルを引き受けて見陰店として出店するなどグループ百貨店との共同出店形式の店舗展開も行っている。2016年平成28年1月28日 H2O リテイリングはグループの再編を発表。同年4月1日付で坂職は 株式移転により、食品事業の持ち株会社となる、株式会社 H2 王食品グループを設立。同年6月1日に、坂職は、持ち株会社機能を H2 王食品グループに、会社分割して、スーパーマーケット経営を、主とする企業となり、株式会社、阪急オアシス、2代目に、称号を変更した。2007年、 平成19年11月27日に、旧店舗隣接地にガーデンモール、清和台の各店舗として、新店舗を開店した清和台店で、皇室食品専門館という業態を目指し始めた。2008年、平成20年6月にプロジェクトを立ち上げて、国内外の有力スーパーマーケットを視察して、研究を重ね、専門性、ライブ館、 情報発信の3つをコンセプトにした、皇室食品専門のプロトタイプとして2009年、平成21年7月に、千里中央店、同年8月に、三陰店を開店させた。この皇室食品専門館では、オープンキッチンで、お好み焼きやピザ、丼物、揚げ物などの惣菜や、焼きたてパンが、来店客の目の前で出来上がって、香ばしい匂いが、 店内に広がり、視覚と嗅覚に訴え、本マグロや池締めの国産ブリなどの切り売りをする、解体の実演、漁港からの直送金改良を目玉商品とする水産物や、専用牧場で飼育した和牛を売り物にした、食肉などを顧客の要望に応じた切り身や着物に加工したり、野菜や果物売り場でも販売員が常駐して、はかり売りや試食、ジュース販売も行うなど、 生鮮三品と惣菜で対面販売によるライブ感を演出するとともに、米売り場に産地別の少量パックを並べて様々な米を楽しめるようにしつつ、海苔などの乾物や鍋といった調理器具、さらにはレシピ本を置くなど、関連商品も一緒に販売する工夫を凝らし、電子看板でおすすめ商品と、そのポイントなど売り場の見どころを店員が話す映像を、 流すなどサービスを重視したこだわりや、専門性を強めた売り場作りをしている。また、店内に料理教室など料理に関連するセミナーを、毎週定期的に開催する、キッチンスタジオを設置して、情報発信に力を入れ、ワインセラーの設置や105円均一の、焼きたてパンコーナーなど他社に、以下高食品を充実させて独自性を出し、大理石の床や関西で定着している阪急 百貨店の高級イメージも活用して高級感を演出している。こうした高品質路線を支えるため産地直送の生鮮品や自家輸入のグローサリーの取り扱いの拡大やん、温度帯での配送を可能にする総合物流センター建設などを進めているほか、2012年平成24年8月1日に肉や魚介類など、 処理やレイジなどの技術研修だけでなく、実際の店頭と同じ重機を使って、商品の陳列や、ポップなどの配置を含む、ビジュアルマーチャライジング技術を学ぶ、実習室を備えた坂カ職研修センターを、大阪府豊中市の服部西店2階に開設して、高いサービスレベルを実現する、人材育成を目指している。プロトタイプとして出店した店舗が、軌道に乗って新店はいずれも、 計画数値に対して2桁増で推移した。そのため、2010年、平成22年5月20日の宝塚、山手大店や、同年4月1日の山品店など新店舗として、開店させるとともに、同年7月1日に、南千里店、同年8月5日に、向野荘店、同年10月1日に本山南店、同年10月9日に、 日清中央店など既存店の改装による出店を含めて、皇室食品専門館の水平展開を図った。また、2010年、平成22年11月2日に開店した、淡路店や2011年、平成23年1月13日に、改装の宝塚店で、皇室食品専門館の小型店舗プロト化を図った。2011年、 平成23年4月からの新年度入り後も同月9日に、天ヶ崎塩江店、同月23日にるムプラザ店、同年7月1日に、豊中駅前店、同年12月1日に、ハットリ店と、皇室食品専門館の水平展開として、大改装を進められ、2012年、平成24年2月1日の平野西店の、 開店で新店7店舗と既存店舗の改装18店舗の計25店舗が皇室食品専門館業態となった。2012年、平成24年3月1日に開店した野中北店や先日した平野西店などの競争の激しい大阪市内などに出店する都市型皇室食品専門館の出店は同年6月7日の昭和町店や 同年7月7日の同心店、ノエ店、阿部の店などを、阪急ファミリーストアを改装して開店したものを、含めて、大阪市内でのドミナントを盤石にする戦略の一環として展開が進められている。2008年、平成20年1月にプライベートブランドに関して、バローと坂職が業務提携し、グループ会社の阪急フーズなどとも連携して、 価格訴求型のプライベートブランドハートフルデイズを同年9月7日から店頭に展開し始め、その後高価格帯のプライベートブランドプライムタイムの展開も始めて、価格帯の異なる2ブランドを展開している。2008年、平成20年4月22日からエり ID、クイースプの3種類の電子マネーによる支払いが可能になった。2015年、 平成27年4月からピタパーイコカなど交通系電子マネーに対応。2017年平成29年4月20日から独自電子マネーリトを導入。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。